尊いね。はあ。ということで、おはようございます。山田と申します。さあ、なんかすっかり、最近、あれですね、旅のスタートって言うと、すっかりなんか亀山駅が定番になりましたね。スケートパーキング見つけてからね、すっかり、染山から始めることにね、味もしてたんですけど、今回はね、どうしてもちょっとね、染山からでないと、ちょっと都合が悪かったんで、今回来てますけどね。さあ、今日はね、何をやってるかと、例の水丸サプライズ、ついにフィナーレですよ、今日で、予定では。前頭と尾頭両方ついてる、珍しい。こういう、なんか、ね。で、いやちょっと端っこの方に来ましたけど、いつものごとく、まあまあまあ、わかりましたよね。私がスタートこの時間に降りたことは、朝早いわけです。5時半ですね。今日も、5時半から来てます。なんならね、まだ今日はね、余裕があったんでね、あれなんですけど、別に中入ってこなくてよかったんですけど、別に、車の中から始めてよかったんですけど、単純にあれです。トイレがしたかっただけです。トイレがしたかったんだけど、もう駅までね、信号もかばらずに来れちゃったんでね。そうそうそう。コンビニとかがあっても信号が青だったらね、トイレ我慢して行っちゃうんですよね。青なのにね、進まないなんてね、そんなね、止まってられるわけいかないって、時間余裕あるのにね、やっちゃうのがね、せっかちの悪いところなんですけど。ってことなんで、ちょっとね、トイレを借り取ったんで、ここからスタートしてますけど、今回はね、水丸トレーニングで、最終、残ってるところがね、24駅なんかザーッと行ってきてね、もういろいろ行ってきましたよね、多分。どっから鈴鹿市駅スタートでしたっけ、鈴鹿市駅からね、スタートしてずーっと来てね、ついに残るがね、熊野市駅だけになりましたと。まあ、市駅がね、市駅、丸市駅ってなってるところは、まあ、四日市駅っていう例外もありますけど、これを見てね、あって、鈴鹿市駅で始まり、熊野市駅で終わるというね、感じで組んでるわけでございますけど、ということで、隣の席に向かっていきましょうというわけでございます。ただね、今回ね、困ったことがあります。四日市市民なんですよ。四日市市民なんでね、私、よく言ってますけど、この辺りはね、回りやすい亀山駅とか四日市駅とか小穴駅とかね、この辺りとかね、ずっと回りやすかった。まあまあ、ちょっと遠くてもね、滝とかそれぐらいでした。なのでね、フリーキップの範囲内でできました。ところがですね、熊野市駅ってなるとそういかないんですね。とにかく遠い。その結果ね、どうなるかというと、まあね、運賃とかも当然かさむわけでございます。距離が伸びれば伸びるほど基本的には運賃というのは高くなるんでございますよ。ということでね、さあ、どうしたものかなということで、やってたわけです。まあ、本当はね、ちょっと断念してたんですけど、ちょっとね、一日だけね、スパッと時間ができましたということで。それでね、じゃあどうしようかなってなった時に、今日はね、ちょっとね、ちょっと上あたりにね、ちょっと図解が入ると思うんですけど、普通ね、四日市から熊野行こうと思うと、一般的には特急南京を使うというね、手が、一般的に、なるわけでございます。で、その場合だとね、正規料金ね、いや、普通に、切符売り場に行ってね、あ、すいません、特急南京で熊野市に行きたいんですけど、とかって言ってね、買うと、いくらになるかというと、多分ね、1万2000円ぐらいになるのかな。正確な料金はね、今、図解に出てきてると思います。1万2000円ぐらいになるはずなんですよ。はい。まあまあ、いい値段なんですよね。はい。でね、そうなるとね、なかなか高い。って言ったときにね、どうやってね、熊野の方ね、安く行こうかっていうと、まあ、いくつか、実は、裏のパターンというか、あるわけでございます。で、一つ目、一番オーソドックスなやり方というかね、一般的にはおすすめなのは、熊野古道フリー切符という切符がございます。これを使うとですね、特急南紀、2パターンあるんですけど、今回熊野市に行こうっていうことで考えると、
まあ、いわゆるちょっと新宮とか奥の方まで行けるプランと、紀伊長島から熊野島でしか、行けませんよっていうパターンがあって、こっちの方だと安いんですよね。で、今回は熊野島でっていうね、前提なんで、安い方のプランで説明していきますけど、こっちを、これ使うと、往復特急南紀使えます。往復南紀を使って、で、さらに紀伊長島から熊野市の間からフリーキープになって、で、沿線のバスもフリーキープで使える。で、3日間有効。で、8300円だったかな。で、いきます。あ、ちなみに、普通に切符買うと2日間有効になります。で、往復切符で買ったら4日間有効になるとかっていうように、ちょっと裏技あるんですけど、3日間も有効になってね、いけるんで、まあ、例えば今回、これ3連休のところで取ってるんですけど、まあ、私3連休じゃなかったんですけどね、普通に仕事入ってたんですけど、っていうような中で、ね、3連休とかがある方でしたらね、この3連休をね、フルに使ってね、8000円で、さらにフリーキップになるんで、これでね、沿線観光をバッチリということで、これがね、単純におすすめです。普通に観光する、皆さんでしたら、これで問題ございません。いけるわけでございます。特急なきも確定でございますからね。はい。非常にいいキップなんですよ。これはね、おすすめで、本当はね、これ使おうかなと思ったんです。ところがね、これは、唯一、ちょっとね、難点というか、がありまして、普通は難点にならないんですけど、これ、特急南紀を使わないといけないんですよ。で、特に、行きがそうなのかな？うん。行きの段階で、この特急南紀に乗りますっていう、宣言をして、その、切符を買う段階で、特急のその指定席をもう取らないといけないんですよ。ちなみに指定席券か、で買えるらしいんで、着席保証は間違いなくある、やつなんですけど、ちなみに、満車でも一応自由席には乗ってなら使って OK っていうことなんですけど、鈍行の旅ではダメなんですね。っていう縛りがございます。これがね、縛りには普通ならないんですよ。なぜなら熊野市は遠いんです。もう特急使い以外の手段ないんですけど、ちょっとね、裏技的にね、まあ、亀山に来ていて、まあ、うちのね、ところの動画でもね、過去に使ったことがあります。亀山まで来ると、こんなね、バカ聞いた電話が、車が走ってるわけでございます。電車じゃなくて、機動車だけど。亀山は新宮まで行くね、普通列車があるわけでございます。これがね、いちいち何本か出てるわけなんですけど、そう、これを使えばなんと乗り換えなしで熊野市も行けるわけですよね。なぜ新宮まで行くんですか。熊野はね、新宮はね、和歌山県一番端っこの方になるんで、その途中の、当然熊野市駅も、普通列車ですか止まりますからね、行けますよと、いうわけでございます。まあ、かなりね、チート技ではございますけど、何して朝の6時8分発ですからね、ということで、こういった列車があるという兼ね合いで、そっちをね、使っていくと、なんだね、これ実はね、特急南紀の一番早い列車よりも早く着くんですね。熊野市に。ということで、ね、朝一からね、ちょっと熊野を回れるんで、こっちにしとこうかなというのもあります。まあ、あとはね、駐車場料金とかね、そのあたりの兼ね合いもありますけどね、何せ、こっちは100円、200円。今日はね、100円のところいっぱいだったんで、200円の方を使いましたけど、1日200円ですかね。うん。ちなみにね、ただね、四日市もね、今ね、400円、土日宿は400円打ち止めっていうところが出てきてるらしいんで、ちょっとそっちもまた使いたいんですけどね。ちょっとどうしようかなと思ったら、やはりね、これがね、いかんせん早く着くんで、その普通列車で、ね、どんこでね、長距離走ってってもね、朝早すぎるもんで、追い抜かれる列車も何もないんで、実はこいつ早いんですよね。まあまあ、それなりに。ということで、ね、これを使っていこうというわけでございます。で、それで行くと、ちょっと安くなるんですよね。往復で5200円ぐらいになるんだったかな。この亀山から乗るんで、ちょっと普通に運賃もちょっと安くなりますし。ちなみに、四日市から鈍行で行こうと思うと、くっそだるいんで、一回亀山に出て、そこから紀勢本線に乗っていくか、伊勢鉄道で通まで出る。伊勢鉄道で通まで出て、通から伊勢市方面に行く、鳥羽方面に行く列車に乗って、滝まで行って、滝からまた、紀伊長島行き、もしくは新宮行きに乗り換えて、紀伊長島行きだったら、さらにそこから紀伊長島から、接続待ちをして、熊野島で行かないといけないんで、めちゃくちゃ大変。これは大変すぎますよ、ということで。しかも、鈍行で一番最初に行こうとすると、もう12時回ります。ちなみに特急南紀の一番早い乗り行くと11時過ぎぐらいに着くんだとかな。で、こいつだと10時前に着くんですよ。早い。ということなんでね、これを
今日は使っていこうかなというわけでございます。で、ここで、言いました。これで積んでいくと、5,200 円ぐらいでいきます。まあ、この時点で十分安いですよね。なんですけど、これね、さらにもう一つ、わずか、裏技がございます。今回それ使ってみました。どういう技かというと、よいしょ。私もいろいろ考えたんですけど、この手があったわと思って、見てもらったら、これですね。もううちではおなじみ、青空フリーパス。なんとこれですよね。2620円なんですね。いや、安いじゃないですか。でもね、当然もう、うちのところでね、この切符してる人ならな、おい、ちょっと待てと、なりますよね。そう。この切符はね、こっちの、ちょっとダメだ。これで見えるかな。はい、拙者モードにしましたけど。こんな感じでね、キー長島駅ってなってますね。そう、このレイアップだと、キー長島までしか行けないんです。で、熊野市駅はここからずーっと先ありますんで、この切符ではダメだよ。おい、なんだ、実乗車でもするのかとね、いうところなんですけど、ここはご安心ください。ここでね、これを使うわけです。じゃじゃんと。出てきました。雪ってなってますけどね。紀伊中島から熊野島の切符、別途購入しておきました。これちょっとね、ややこしい、買い方なんで、なかなかね、慣れてないと、設定間違えると季節乗車になっちゃうんで、本当にちょっと気をつけないといけないですけど、有効期限と発液の設定とかね、間違えると、大変なことになるんですけど、一応こういうやり方があるんですよね。紀伊中島から熊野島の切符買っておく。どうも、この、アザーフリーパスはこれでいいらしいです。これ、フリー切符によってはね、この、いわゆる、切符によって、この丸き、このマークね、ついてる。こういうの、企画乗車券って言うんですけど、これ使うには、いろんな言い方がよく、ちなみに今回、往復切符で買ってきましたけどね。っていうのは、帰りもね、当然、熊野市から紀伊長島の間が、向こうになってしまうんで、買っておかないといけませんっていうことなんですけど、ここでね、ちょっと、気をつけておいてほしいのは、何でもかんでもこれできる、この技でいけるんだなっていうと、そうでもなくて、で、今回もめちゃくちゃ調べたんですけど、これ、クブクリン大丈夫なんで、これでやってるんですけど、もしかして、ちょっとね、関係者の方で、いや、それね、実はダメだよっていうケースがあるんですよね。JR だとどこだったっけな、いわゆる、俗に言う途中下車の扱いのところなんですけど、ここの切符でも出てますけどね、下車前と向こうとかってなってますけど、いわゆる切符が、お安くしてる切符っていうのは当然縛りがあるんですよね。大体縛りがある、切符。その代わり安くしますよっていうようなのが企画乗車券なんですよ。で、その縛りっていう中には、途中下車に関する扱い。っていうのが、いろんな、その切符ごとに決められてるんですよね。で、今回の、このアザラフリーパスは結構緩い方みたいで、よいしょ、こいつはね、フリー区間外に行く場合は、その、橋のところから先の、差額の運賃を支払ってくださいと、いうような形になります。これね、まあまあ緩い方ですね。一番緩いのは、単純にこの差額っていうのが、初乗り料金も含んだ差額で出てくるような場合。まあまあ、これはいわゆる乗り越し精算をするようなケースなんで、普通切符でしかまず出ないんですけど、普通切符でね、例えば、私が、四日市までの切符を持っていましたと。で、しまった。四日市までやったけど、今日、そうだ、亀山に止めてたんだ。亀山までの切符、乗っちゃいましたよと。やけど、いつもの癖でね、四日市駅までの切符しか買ってませんでしたよと言ったような場合。そういった場合は、乗り越し精算といって、差額分ですね。四日市までの運賃の差額と、亀山までの運賃の差額分を払うと、乗りますよっていうようなケースになってきます。これで一番安くなる差額のパターンなのかなと思うんですけど、ただこれ、企画乗車券でこれのケースっていうのはほとんどないわけでございますね。で、企画乗車券だと、多いのは、今回の場合は、次に緩いと言ったらいいのかな。差額分の運賃を払えば OK。つまり、初乗り料金の分ですね。初乗り料金の分は払わないといけない。ですから、紀伊長島から、
多分、神山から紀伊長島までの切符を買うのと、紀伊長島、神山から熊野市までの切符を買う差額分ですね。だと、多分、これね、700、800円か700円ぐらいになってくると思うんですよ。差額が。うん。なんですけど、それはダメだよ。ですから、紀伊長島からの初乗り運賃は払わないといけませんよっていうことになります。この切符の場合はね。そうすると、990円になるんですね。この、紀伊長島から熊野市を、初乗り運賃で乗る場合は990円で、今回はこれを支払わないといけません。で、今回はその分を支払ってあるわけですね。帰りの切符で、まあ、往復なんでちょっとまとめてになってますけどね。2回分で、1980円ってなってますね。っていうことなんで、まあ、これでね、買ってありますよ、というわけでございます。お、入ってきた、すんごい雪が。どうしてね、その高くなる方のやり方かというと、その要は変な話、100円、200円を、サピータとしても、あまりにもこの規約乗車券の方が安いんで、初の料金分上乗せで払ってもこっちの方が安いというわけでございますね。なんで今回はこれにしてあります。ただ、これもダメだよっていうケースがあります。JR だと、確か、豊橋大奥切符だったっけ、新城元長市の往復切符とか、あの辺りの往復切符系とかにあるがちなんですけど、この場合は、先を超えてしまうと、もうダメよ。最初の乗ったところから運賃全部払ってくださいっていう風になるケースの切符もあります。これは規格乗車券を買うときに全部規約に書いてあるんで、それをちょっと読んでもらわないといけないですし、まあ、詳しい人に聞いてもらうとか、駅員さんとかにね、もしね、買うときにね、これって大丈夫ですかってね、聞いてもらうのもいいのかなと思うんですけど、っていうような切符もあります。往復切符系はそれが多いと思います。ですので、こうやってね、乗るとダメですよっていう。そしたらその差額分を払って、初乗り運賃とか云々じゃなくても、例えば、名古屋から豊橋までの、ね、往復切符を買いました。で、それで浜松まで行きましたっていう場合、じゃあ、豊橋から浜松までの料金、もしかしたらこの往復切符 OK だったらごめんなさい。っていうような時に、豊橋から、浜松までの差額払えばいいですよ、じゃなくて、いやいやいや、ダメですよ、ダメですよ。ちゃんと名古屋からの分払ってくださいっていうようなパターンになるケースも、あるわけですが、間違ってたらごめんなさい。一応調べときます。こっちの方でも。豊橋切符が大丈夫かどうか。で、そういうようなケースもあります。で、こういったようなケースの場合に OK になるのは、豊橋で一回途中下車をしました。途中下車でもないんですけど、その切符分を、使いました。で、一回改札を出ました。そこから別途切符を買えば OK ですよっていうふうになります。ですので、その往復切符でもそういうような使い方はあります。うん。なんですけど、今回のやつに関しては、突撃者しないんですけど、一応その差額分支払えば OK ということで、これで OK のはずなんです。ということでございます。うん。ちなみにもっと厳しい切符っていうのもあって、もう区間指定しかダメって、例えば、その切符とかだと、途中で降りた場合には、その先は向こうにないけどいいのって言われるケースがあるんですよね。例えば、三河安城で降りましたよ。で、豊橋までで、途中のところで蒲郡とかで降りました。岡崎で降りました。いや、もうその先はもう一切向こうにないよ。途中からまた乗り直しとかできなきゃいいのっていうようなケース。まあ、改札を出たっていうケースですね。があるんですけど、その改札を出るのもダメっていう切符もありますね。JR では聞いたことないな。近鉄にある、クアナ名古屋デジタル デジタル回数券とかっていうのがあるんですよ。これなんかの場合は途中駅で降りることすらできないっていう、設定になっているので、いや、途中駅、もうその料金分いらんから、これで降りるわって、いやいや、ダメですよ。名古屋まで、行くしかないんやで、降ろさせませんぜっていう、切符もあります。その代わり、べらんぼうに安いんでねっていうことでね、いうような切符もあったりするんですけど、うん。なので、その点はね、ちょっと安くなってる切符、往復切符、割引切符とか、お得な切符とかってね、言ってるやつを買うときは、そのあたりは気をつけましょうね、ということで、一通り話したところで、新宮行きの付け押せば、今回シンプルです。このまま、今回はもう、単純なストロングスタイルです。さあ、新宮行きで、ただ、
熊野に行くぞというわけでございます。あ、ちなみにこれだと往復で4600円で済みます。5000円切るんですよね。いや、ありがたい。ってことで、それでやっていこうと思います。おー。